本社の入居する新大手マッチビル JNC 株式会社は日本の化学メーカーである窒素株式会社の完全子会社。2011年1月12日に窒素の子会社として設立された後、同年3月31日に窒素から事業譲渡を受けて翌4月1日に営業を開始した。窒素によると JNC にはジャパンニューチッソの意味が込められている。 緑会の会員企業であり、三和グループに属している。JNC は、窒素の事業再編計画に基づいて、窒素の事業のうち、水俣病保証業務以外の全部の譲渡を受け、化学品の製造販売の事業を行っている。事業譲渡によって、窒素の子会社、関連会社は、JNC の子会社、関連会社となり、窒素本体の従業員、 約810名のうち約700名は JNC に転席となった。水俣病の患者団体はこの事業上等を批判した。JNC の本社は東京都千代田区大手町の新大手町ビルに入居しており、これは窒素の東京本社と同じである。JNC の大阪事務所は大阪市北区中野島の中野島大ビルに入居しており、これは窒素の大阪事務所、 窒素と同根の浅化成の大阪本社と同じである。なお、陶器場本店は、窒素や浅化成とは異なり、新大手町ビルにある。また、JNC 本体の製造拠点は、熊本県水俣市の水俣製造所である。窒素の事業再編計画によると、JNC グループは毎年度250億円から280億円の連結計上利益を計上し、 その中から毎年度80億円程度の配当金を株主である窒素に支払う。当面、窒素はこの配当金を原資として水俣病関連の保障と公的借入金の返済を行う。将来的には窒素は環境大臣の承認を得て JNC の株式を売却し、売却代金で公的借入金を完済するとともに、 保証業務を引き継ぐ別法人に付加金を納付することが予定されている。同計画によると JNC は2014年度までの5年間に液晶ディスプレイ用液晶材料の生産能力を拡張する。新規事業としてプリンタブルエレクトロニクス用ポリイミドインク、紫外線効果型インク、有機エル用電子輸送材料、青色発光材料、太陽電池用竹晶シリコン、 リチウムイオン二次元池用正極材料、セパレーターを手掛ける。化学品、繊維、肥料事業では安定収益の確保を図る。安定した収益をもたらす、水力発電事業は引き続き行う。2015年3月期には最高の182億円の利益を計上したが、その後、128億円、83億円、26億円に激減し、 2019年3月期には赤字に転じた。ABCDEFJNC 株式会社第10期決算、広告、窒素、12日に新事業、会社設立再編計画認可で、共同ニュースメンバー会社一覧から、緑会、窒素分社化事業場と新会社、JNC 協営業開始、熊本日日新聞、窒素、 JNC に、事業譲渡株売却時期など、焦点期待と注文の声工作組なまたし、熊本日日新聞、ハット ABC、事業再編計画の認可申請について、ニュースリリースハット AB、事業再編計画の認可の件、ニュースリリースハット AB、特定事業者指定申請書について、ニュースリリース、事業会社の設立、ニュースリリース、事業譲渡の許可のお知らせ、 ニュースリリース、事業譲渡に関する、お知らせ、ニュースリリース、事業譲渡に関する、お知らせ、ニュースリリース、JNC 株式会社営業開始のお知らせ、ニュース、ありがとうございます。